プロ野球における監督、プロ野球監督はチームを統率し指揮する職業、またはそれを担う人物のこと。スーツ姿でベンチに座るコニーマック監督監督の主な役割は野球競技においてチームを指揮し、チームを勝利に導くことである。プロの場合はチーム成績の責任も負うことになる。その他の役割や選定方法などはチームや 地域の経営理論などによって異なる。野球の監督の特徴としては、選手と同様のユニフォームを着用していることが挙げられる。これは、野球の創成期に、選手の中からチームのまとめ役が選ばれていた名残、あるいは、野球は、監督がプレーフィールドに入ることが許可される競技であるからと、されている。なお、公認野球規則においては、監督に、 ユニフォームの着用義務づける規定はなく、コニーマックのようにスーツ姿で指揮を取る監督も存在した。メジャーリーグベースボールの監督一覧も参照メジャーリーグベースボールでは、ゼネラルマネージャーが球団経営における多くの権限を有し、球団の顔としての役割も持つ。これに対して監督はフィールドマネージャーと呼ばれ、GM の決めた方針に沿ってチームを運営し、 試合における選手起用や勝敗に責任を負う。監督の選定においては、現役時代の成績などはあまり重視されず、マイナーリーグや独立リーグを含む監督、コーチとしての実績など、指導者としての能力が重視される。そのため、MLB の監督には、現役時代に活躍した人物はそれほど多くなく、スター選手といえど、 NPB のように引退後すぐに監督に就任することはまずない。逆に MLB 選手経験のない監督も少なからず存在する。また MLB では人気途中やシーズン途中であっても成績次第で解任されることも珍しくなくシーズン序盤で解任されることもある。日本のプロ野球監督一覧も参照日本野球機構では監督はチームを指揮する。 他に、メディアへの露出や選手との交渉役、ドラフト会議への出席など、チームの顔としての側面が強い。また、MLB と異なりファームが同一組織に存在し、これも統括する立場にあることから、戦力の補強や一軍登録など、球団運営に関しても強い影響力を持つ人物が多く、ゼネラルマネージャー的立場を兼ねる例もあるほか、 根本睦夫や石井和久のように球団の取締役を兼ねた例もある。監督の選定においては、現役時代の功績も重要な選考基準とされる傾向にある。上記の通りチームの顔としての側面が強いことから、在籍経験者などチームに縁のある人物から選ばれることが多いほか、輝かしい成績を残した選手が引退後ほとんど、 コーチ経験もないまま監督に就任する例もある。その一方で、求心力の問題や監督、コーチとしての経験を積む場が限られていることから、選手及び、コーチとしての実績がないまたは、少ない人物が監督になる例は少ない。プロ選手としての経験がない、NPB の一軍監督が在任した最後の例は1968年に、 阪神タイガースの一軍監督を務めた藤本貞義が最後であり、1969年以降はプロ選手経験のある人物が NPB の一軍監督をしている。また、NPB ではシーズン途中で監督が解任されることは珍しく、解任される場合も一旦、休養の形で現場を離れさせ、シーズン終了を待って辞任または契約満了による。 離任という流れになることが少なくない。柏秀樹、プロ野球選手になるには、ペリカン社、2009年ナンバーウェブ解任続出の前半戦に見るメジャー監督の悲哀。J スポーツ、MLB コラム、監督の仕事その一監督の責任。日韓現代なぜ日本では、修行ゼロの素人がプロ野球監督になれるのか。ビクトリープロ野球はいつまで、 引退選手を即監督に起用するのか。中水安高コラムプロ選手としての経験がない人物が NPB の1軍監督。プロ選手としての経験がない人物が NPB の2軍監督を務めた例であれば、1969年以降でも 3K アトムズ2軍監督の田口天音や福岡、大英ホークス2軍監督の有本義明の例がある。ありがとうございます。